こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨、特にですね ADA のステーキングにご関心のある方、この動画を見ていただきまして本当にラッキーですよ。で、私の速稼塾の塾生さんの中にものすごくね、体のエイダー関心持って勉強して今ステーキングプールを運営している方がいるんですよね。で、このステーキングプールに委任することによって、もう私もステーキング報酬をいただいてるんですけども、どうしようもなくね、爆発的な収入が入るんですよね。で、もちろんですね、私はプレセールで購入してるんで、まあ、持ってるエーダー大きいっていうのがあります。まあ、ですけども、5% の委任報酬が見込めるっていうことと、あとプラス ADA の価格、これがね、下がることはあんまりないのに、上がることは結構ね、伸びしろがあるというところで、あらゆる暗号通貨、アルトコイン、私もね、もう2014年からずっと見てきてますけども、アルトコインがどれほど増えようと、エーダーっていうのがやっぱりね、トップだと思いますね。アルトコインたくさん増えたんですよ。話題のコインもたくさんあったんですよ。ICO もね、詐欺を絡めながらいくつかありましたけど、このカルダノエーダー以上の、実績と可能性を秘めたものはないんじゃないかなと思うぐらい、私はカルダノエーダーに進出してますね。まあその中で今もうステーキングがこれほど順調に透明性高く行われている、まあ、そういった例もなかなかないんじゃないかなと。この開発者のチャールズ・ホスキンソンさんはイーサリアムやビットコインもね、関わった方で、ビットシェアっていうものも成功させています。暗号通貨のね、プロフェッショナルなんですよ。もう第一人者ですね。まあそのビル・ゲイツみたいなもんなんですよ。まあその方がですね、今人生最後の取り組みとして、といってもまだ彼30代前半ですからね、人生最後の取り組みとしてこのカルダノエーダーってものをね、30億人の身分証明書もお財布もない方のためにこう作ろうとしている、少額のウォレットをたくさん作るという発想っていうのが他のアルトコインと全く違うことなんですよ。他のアルトコインっていうのはたくさんお金を持っていて、100万単位、1000万単位、1億円単位を持っている方をターゲットにしてウォレットをどんどん作ってるから、クジラっていう発想ができちゃうんですよね。でもカルダノエーダーもクジラがないとは言いませんけども、ただですね、どちらかというと少額、それこそね、100ドル以下とかね、具体的に言うとそのぐらいのウォレットをたくさん作ろうとしている、そういう発想なんじゃないかなと私も感じてますね。ということでね、今回ね、リピさんからご提案いただいたステーキングプールのこのお誘いですよね。そして特別な速稼塾塾生さん限定のお話なんですけども、一旦5月5日で締め切りになります。まあ、ですんでね、あと5日しかありませんのでお急ぎください。そしてこの5月5日にはリピさんが登場してですね、重大発表があるかもしれないと。まだね、ちょっとリピさんが何考えてるのか、詰めてるところだと思いますけども、私もね、いろいろ聞き取ってる段階で、5月5日、それはぜひね、視聴者さんの前に出てくださいということで、ズームライブが決定しました。おそらく21時からになると思いますけども、ぜひここね、集合されてください。場合によってはこれ YouTube でアップしませんのでね、このライブを見る人だけのものになると思います。で、YouTube にアップする場合は、もしかしたら、これはね、内容によってはね、有料販売しないといけないかなと思っております。今までみたいに、どんどん分けれるものではなくって、なんせ特典が関わっていることですから、どうしようかなと思ってますね。とりあえずは、ライブに来ていただいた方だけの、リピさんの対談ということになります。皆さんからのご質問もね、受け付けてますんで、これ楽しみにしていただきたいかなと思います。どうしてもご一緒できない方は、そうですね、ちょっと後日私がオリジナルバージョンでこんなことがありましたよっていう後日談をお話しすることがあるかもしれませんけども、ライブそのものをちょっとどうするかっていうのは約束できません。すいません。ということで、2つ今日はお知らせしました。それはステーキング、のお誘い、リピさんからのステーキングプールの紹介、これ特典付きのやつね、これが5月5日までの申し込み締め切りになりますよってことと、締め切りその日に対談ライブをやっとね、交渉した結果やることになりましたんで、お楽しみということでございました。それではね、リピさんからの動画の内容、この下の概要欄につけておきますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。もしくはこの私の動画が終わったらリピさんの動画そのまま始まりますんで、そちらをご覧いただいてもよろしいかと思います。それでは一旦失礼します。